はい、皆さんこんばんは、熊谷康雄です。今日はケニーカークランドをまた引き続きパクりたいと思います。今日は G フラットメジャー7のとこ4小節いきたいと思います。こんな感じ、結構レンジが高い方ですね。こうか、もう一回っていう内容ですね。今日はまあ2箇所かな、僕的には。この四分音符なかなかいいですよね。これ2、9、3、1、9って感じなんですね。でここが結構地味にすごいなと思って、13、1度オーギュメントって考えたんでしょうね、多分ね。シャープ5ですね。6とシャープ5なら、まあ、一緒にスケール内に入れるんで。いいっすよね、これ。単なる G フラットメジャー7の上で、結構きつめに来ますよね。ここは F マイナートライ、ペンタトニックいってますね。まあ、この塊も結構いいですけどね。これは B フラット、A フラット、F で、A フラット、D フラット、E フラット、E フラットで、まあ、これも F マイナートライア、トライアまた間違えちゃった。ペンタトニック弾いて、これは、なんつんだこれ。まあE フラットから E フラット、A フラット、D フラットの完全陽動の展開形ですね。これのこうしてこうですね。完全陽動の展開形を弾いてます。で、一番僕的には最後のこれっすね。これかっこいいね。これもう多分 G フラットメジャー関係ないと思いますね、これは。D7、G7 を弾いて次の、D7、G7 で次の、Cm に向かってるんではないかなと思ってるんですけど。で、D7、まあ D7 とかがこれ、スケールで言ったら、ホールトーンとかリディアンセブンスになる部分ですね。全部ホールトーンになってます。超2度ですね。超2度、全音。結構強力ですよね、これね。で次がまあ B ディミニッシュでもあるんですけど、G7 の感じですね。 G7 だったら G7 の G の上に B ディミニッシュ弾くと3、5、7、9フラット9ですね。いく感じですね。まあなんでこういう2-5があるとこだったら、なんでも短い2-5これ使えますよね。ね。なんかあるかな。アロントギャザーだ、どうですかね。こういうとこでも。使ってもいいし、あとはもう一発の曲で勝手に2-5作る感じっしょね、この感じだとね。こういうとこで、ってことですね。ミスター。あ、ここ行ったんじゃん、これ。あ、惜しい。ここで、ね、E フラットマイナーに行くときに、こうやってキーが変わるときなんか、自分で勝手に2-5ぶっ込んだら結構強めのサウンドになりますね。
といったところですかね。今日の使い方は僕なりにそう解釈しました。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。